ドイツ民主共和国のスポーツ、ドイツ民主共和国のスポーツでは、1949年から1990年まで、現在のドイツ連邦共和国、ドイツ、BRD の北東部地域に存在したドイツ、民主共和国、東ドイツ、DDR におけるスポーツ活動について述べる。なお、本文中では、 特に必要な場合を除いて、ドイツ民主共和国を東ドイツ統一前のドイツ連邦共和国を西ドイツと称する。また、必要に応じて、1990年のドイツ再統一後の旧東ドイツ地域におけるスポーツ状況についても述べる。オリンピックの成績については、オリンピックの東ドイツ選手団の項目も参照のこと。東ドイツにおいては、 国際大会への参加を含む競技スポーツは、ソビエト連邦など、他の社会主義国同様に国家の威信をかけた強化策が取られ、水泳競技などは、オリンピックなどでも輝かい成績を残した。東ドイツは、第二次世界大戦の改戦責任を問われた、オリンピック参加除外処分が解除されると、1956年、コルチナ・ダンペッツオリンピックから1964年、 東京オリンピックまでは西ドイツの統一ドイツチームとして参加し、三色機の中央赤字の部分に白く五輪マークを抜き出した逸話旗を利用した。東京では金メダル10個を獲得し、国別獲得数では日本に次ぐ4番目になった。1968年グルノーブルオリンピック、冬季1968年メキシコシティオリンピック、 夏季からは、東ドイツ単独で選手団を編成して五輪に参加し、引き続き、好成績を残した。特に1976年から最後の参加になった1988年、ソウルオリンピックまでの夏冬、合計8回の各大会では、不参加だった1984年、ロサンゼルスオリンピックを除く、各大会をおいて、金メダル獲得数で、ソ連に次ぐ2位を占めた。 東ドイツの金メダル最多獲得大会は、アメリカ合衆国や日本がボイコットした1980年、モスクワオリンピックで、マラソン男子で、前回1976年、モントリオールオリンピックに続いて連覇したワルデマール、チェルピンスキーなど、計47個を獲得した。この大会ではソ連が80個を獲得したので、金メダル総数204個の6割以上が両国で、占められた。 また、1984年サラエボオリンピックでは、スピードスケートで女子が全種目制覇を達成し、ソ連を抜いて最多の11個の金メダルを獲得した。この時にフィギュアスケート女子シングルで優勝したカタリナ、ビットは続く1988年、カルガリーオリンピックでも優勝した。ただし、東ドイツのスポーツは、 国威発用の手段で政治に従属する存在だったため、1984年のロサンゼルスオリンピックもソ連に従ったボイコット決定を強いられた。また、ドーピング違反者も登場し、記録の構成性への疑問が続出した。国家ぐるみではないかという西側諸国からの批判は正しかったことがドイツ統一後に明かされた各記参照。 東ドイツの国家秘密警察であるシュタージは国外に出ることが多いスポーツ関係者に注目し、多くの情報提供を強要した。ビットは統一後に出版した辞典の中で、自らもシュタージの協力者にさせられ、同時に私生活が厳しく監視されていたことを告白した。東ドイツが崩壊して、ドイツ統一が実現すると、トップ選手たちは国家の庇護を外され、 一転して、劣悪な競技環境に置かれた。これらの事情が災いし、旧東ドイツ地域でのスポーツ水準は大きく低下し、旧西ドイツが期待したような統一ドイツの金、メダルラッシュは起こらなかった。オリンピックのドイツ選手団として臨んだ九百九十二年、アルベールビルオリンピックでほぼ前回カルガリー大会の東ドイツ並み、下記の1九9 2年バルセロナオリンピックでは、 前回ソウル大会でのドイツすら下回るメダル獲得数に終わった。その後も特に夏季大会でドイツのメダル数は減少を続けている。ただし、その苦境の中でもオリンピックで金メダルを獲得する旧東ドイツ出身の選手がいる。1979年17歳の時に世界選手権で初優勝したビルギット・フィッシャーは 女子のカヌーカヤック競技で1980年のモスクワ大会から2004年アテネオリンピックまで6大会連続合計8個の金メダルを獲得しハイケドレクスラーは東ドイツ時代の1988年ソウル会で銀メダルを得た女子総幅飛びで1992年のバルセロナ大会と2000年のシドニー大会で金メダルを獲得しているオリンピックをはじめとする 国際大会で東ドイツ選手が人口比では考えられないほどの好成績を収め、時にはそれまでの常識を覆すような超人的な世界記録を得るようになると西側諸国の間からドーピングへの疑念が起こった。これに対し当時の東ドイツ政府やスポーツ関係者は否定し続けたが、オリンピックの各大会ではドーピング違反による東ドイツ選手失格者が現れた。 ドイツが統一され、東ドイツ体制下での国家や各機関、あるいは個人の行動が改めて調査されると、国際大会での好成績を上げるための国家による組織的なドーピング行為がトップ選手や運動能力の高い未成年に対して同意、強制、無告知など様々な形で行われたことが判明していった。使用薬物としては、蛍光、トリナボールが挙げられる。 また、ドーピングを強要された選手たちが健康被害が苦しんでいることも明かされ、統一後もドイツ各地で競技指導を続けていた旧東ドイツ出身のコーチの多くは強い非難を浴びながらそのを失った。その一部はドイツを離れ世界各地に職を求めたが、これはドーピング技術の拡散にもつながった。2002年にはドーピング犠牲者援護法が作られ、 約300人が支援を受けた。また、東ドイツ出身選手に対して、ドーピングを続けているのではないかという疑いの目が、向けられ続けている。現実に、ロシトック出身で10代前半に、ベルリンの体育学校で、エリート教を受けた自転車ロードレース競技の、男子選手であるヤンウルリッヒは、ツールドフランス初のドイツ人優勝者という栄光の、一方を、 アンフェタミンによる出場停止やドーピング疑惑死との接触によるところ属チーム解雇などの処分を受けている。なお、現在でも旧東ドイツのチームや選手による世界記録がいくつか残っているが、これについてもドーピングの結果によるものと推測、批判する声が後を絶たず、通常の競技生活では到達不能なものとして一種のアンタッチャブルにされているものもある。その例として、 1985年に女子400メートル走で47秒60を記録したマリタ・コッホ。円盤投げの男子で、ユルゲン・シュルトが1986年に記録した74.08メートル。円盤投げの女子でガブリエル・ラインシュンが1988年に記録した76.80メートルなどが挙げられる。西ドイツ同様、東ドイツでもサッカーも盛んであった。そもそも、 ドイツ帝国時代の1900年にドイツサッカー連盟が結成されたのは後に東ドイツに編入された作戦地域のライプツであり1902年1903年から始まったドイツサッカー選手権では最初のドイツチャンピオンに VFB ライプツ比が輝くなど戦前のドイツサッカーの中心地の一つだった東ドイツとしてのサッカーが最も成功したのは 東ドイツ代表が出場した1974年の W 杯西ドイツ大会と1976年のモントリオールオリンピックである欧州予選を勝ち抜き東ドイツとして史上唯一の本大会出場になった W 杯では一時リーグ突破を決めた後の最終戦でハンブルクで西ドイツを1の0で下した二次リーグベスト8突破はならなかったが史上初 そして結局最後となった、この両ドイツ対決の実現と劣勢と見られていた、東ドイツの勝利は大きな話題となった。ただし、西ドイツ代表は地元開催大会での歴史的敗北から逆に発奮し、二次リーグからは全勝して優勝を果たした。東ドイツ代表はここで自信を持ち、続くモントリオールオリンピックで史上唯一の金メダル獲得につなげた。 国内ではソ連占領下の1947年からリーグ戦が再開され、1949年から全国リーグとして DDR オーバーリーガーが編成された。このリーグでは SG ディナムドレスデニや SC ビスムート、カルマルクスイコールシュタットなどが強かった。また、1981年にはカール・ザイスイエーナが UEFA カップ・ウィーナーズカップで準優勝した。 1978年、1979年シーズンからは、ディナモ・ベルリンが10連覇を飾ったが、このクラブはシュタージにより強力に支援されており、審判の判定や有力選手の引き抜きなどで非常に優遇されと言われている。そのため、この10連覇に対しては、イカサマイスターという批判も起こっている。1988年、1989年シーズンに、この記録を止め、 10シーズンぶりにディナモドレスデンにタイトルをもたらせたチームの中心選手が DF、リベロのマティアス・ザマーヤ FW、ストライカーのウルフ・キルステンだった。スタジアムの外では民主化運動の公用によるベルリンの壁崩壊から事実上の国家消滅まで一気に進んだ1989年、1990年シーズンもディナモドレスデンが発したが、 10月3日のドイツ再統一に伴って独立した DDR オーバーリーガは終了した。また、ザマーはシーズン後に西ドイツ地域の VFB シュットガルとキルステンはバイアーレバー,クーゼンへ移籍し、二人は東ドイツ代表から統一ドイツのナショナルチーム代表に参加し、1994年の W ハイアメリカ大会にも出場した。 ザマーは1997年に欧州最優秀選手賞バロンドールを獲得したが、これは東西分裂時代を含めて初の旧東ドイツ出身者の受賞だった。ドイツ再統一を受けて東ドイツサッカー協会は旧西ドイツ協会であるドイツサッカー協会参加の北東ドイツサッカー協会へと変わり DDR オーバーリーガはナベフ オーバーリーガ都市1シーズンのみ開催された。そして、この成績をもとにして1991年、1992年シーズンには、全面的に東西両地域のリーグ統合が、行われた。ナベフ、オーバーリーガ優勝、東ドイツ時代を含めて初優勝の、ハンザ・ロシュトックと準優勝の1、FC ディナモドレスデン、SG ディナモドレスデンが解消は、西ドイツサッカーのと、リーグだった。 ブンデスリーガの一部、続く5チームは、同リーガ2部に編入されたが、ベルリン FC、ディナモから解消した FC ベルリンは3部の、地域リーグへ行くことになった。再統一と同時に、ザマートキルステンが高い報酬を支払える、西側のクラブへ移籍したように、その後も、旧東ドイツ地域のチームは、厳しい財政事情の中での戦いを強いられ、 1.FC ディナモドレスデンの赤字転落によるレギオナルリーガ3ブリーグ降格などが起こった。カブリーグでも VFB ライプツヒの破産が起こっている。2003年2004年シーズンには一部に復帰していたハンザロストックが再降格し、ついにブンデスリーガ一部から旧東ドイツ地域のクラブが消滅した。2006年2007年には エネルギーコットブスが4シーズンぶりに一部に復帰し、旧東ドイツ地域の空白は2シーズンでひとまず解消されることになった。なお、現在のサッカードイツ代表の中心選手、ミハイル・バラックは、東ドイツとポーランドとの国境の町で、オーデルナイセ戦場にある、ゲルリッツの出身である。そのため、二千六年に行われたダーブリュドイツ大会では、ブンデスリーガのチームがないのに、 旧東ドイツ地域唯一、ベルリンを除くの開催都市として選ばれたライプツヒと、共に、このバラックが、東西ドイツ統合の象徴として目されることになった。オリンピックにおいて、メダルの量産が期待できるとして、種目数が多いトラックレースに注力していた。とりわけ同様の強化策が図られていた、ソビエト連邦とは、宿命のライバルとしてしのぎ削った。中でも、 オリンピックの男子スプリントでは、不参加だった1984年、ロサンゼルスオリンピックを除くと、1980年、モスクワオリンピックから1996年、アトランタオリンピックまで、ルッツ・ヘスリヒとイエンス・フィードラーが、それぞれ2回ずつ優勝を果たしたが、自国の代表選手に選出されることの方が、難しいと言われるほど、部類の選手層の厚さを誇った。また、 ドイツ国籍選手として初めて1997年のツールドフランスで総合優勝を果たしたヤングルリッヒや1988年ソウルオリンピック個人ロードレース優勝者でプロ転向初年度である1990年のツールドフランスでポイント賞を獲得したオラフルードビッヒなども出身者である東ドイツでは スポーツは優秀な少年少女の中から選抜された一握りのスポーツエリートのみが国家の威信をかけて行うものだった。そのため西ドイツが国民スポーツ振興のために1960年から始めた施設整備計画であるゴールデンプランのようなものは作成されず一般国民は劣悪な施設の中で限られた機械でしかスーツを楽しめなかった。指導者は エリート選手の指導にのみ当たり、スポーツ愛好者の裾野を広げることはできなかった。1989年秋の民主化運動以降、従来の社会主義体制の特権が全面的に見直され、トップ選手たちはそれまでの国家スポーツセンターを追われて、一般市民と同じ施設を使うことになった。これで国民体育部門の立ち遅れが一気に露呈し、競技水準の低下が起こった。 多くの有力選手は旧西ドイツ地域への転居や外国への移住などを行った。現在でも西側地域との経済格差が解消できない旧東ドイツ地域ではスポーツ分野へ十分な資金や指導者が供給されていない状況にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。